大阪モノレール株式会社は大阪府内で大阪モノレール線及び国際文化公園都市モノレール線の2つの小座式モノレールの路線を運営している大阪府出資の第3セクター会社である本社は大阪府水田市のモノレール車両基地内に所在する1998年に当時の営業距離 21.2km が 世界最長のモノレールとして、ギネス世界記録に認められ、2007年には2 8 0トルまで延長されたが、2011年に中国重慶市の重慶軌道交通が3 9 1トルの新路線を開業したため、世界最長ではなくなっている。大阪モノレールの路線には、関西大手私鉄では、阪急と京阪の路線のみが接続しているが、 大阪モノレールの株主には他の関西大手私鉄も含まれている。大阪都市圏は大阪市を中心として発展してきたため一点、集中型の都市構造となっており、鉄気道網についてもその都市構造を反映して放射状に形成整備されてきた経緯がある。都市圏の拡大発展に伴って都心部では過度の集中による混雑、周辺地域では 市街地の拡大による既存鉄道の不足という問題が発生した。このため、都心部の混雑管は、都市業務地域の分散、周辺都市総合の公共輸送機関サービスの提供、自動車交通抑制に伴う代替交通機関の提供等、不可均衡ある発展を目指す環状鉄軌道の必要性が唱えられた。 1966年8月1970年に開催される日本万国博覧会の輸送対策として都心から放射状に伸びている国鉄、私鉄急路線と接続しこれら沿線からの来場客の利便の向上とともに博覧会終了後も近畿圏整備に中核的機能を果たす鉄道建設の提案がなされた。当面は 不動大阪中央環状線に沿って、阪急地里線と国鉄関西本線との間、延長約二十六点一キロメートルを建設し、将来は堺市並びに西宮市方面へ延長することが考えられた。九百六十七年に策定された大阪府の大阪地方計画では、不可の交通網は従来からの規制市街地を中心として、 主として放射状に整備されているが、都市整備の観点からも、地域開発の観点からも、環状路線を呼び、周辺地域間の交通路線に早急に整備する必要があるとされた。1971年1月の大阪府企画室市案では、都心部への過度集中を緩和し、多角心的な都市構造の形成が必要である。 このため東大阪を南北に貫き、北大阪、南大阪を東西で結ぶ、中央環状鉄道の建設が有力な戦略となる。この環状鉄道には、モノレール等の新しい輸送方式を導入することを検討する。新しい駅周辺の開発により、鉄道の開発先導性を発揮するとされた。大阪モノレール。 地差途中をビル以下の2路線を営業している。2004年には、近畿地方交通審議会から、京阪神県において、中長期的に望まれる鉄道ネットワークを構成する、新たな路線として、大阪モノレール線の門増し、河野池神殿から、荒本、雨竜同海延伸が等身に示されている。この等身の区間については長らく動きがなかったものの、 2013年4月に当時の大阪府知事松井一郎が2001年度から続く黒字経営を府民に還元するべきとして事業化に向けたルート等検討業務の開始を関係各部局に指示した2018年7月11日国土交通大臣宛てに門真市売り運動館の軌道運輸事業の特許が申請され2019年3月19日に 申請通り特許された。2029年の開業を予定している。斎都線は、万博記念公園半大病院前間 2.6km が1998年10月1日、半大病院前から、斎都西間 4.2km が2007年3月19日に開業し、それより、先の東センターまでの区間が、 国際文化公園都市の開発の進展に応じて整備される予定であったが2017年1月に採算が取れないとして延伸断念が決定された。最急勾配は50パーミル。最急曲線はホタル街系駅、柴原半大前駅間の半径100メートルとなっている。どの車両も全ての線区の運用に入っている。 2007年3月19日の国際文化公園都市モノレール線の延伸後、サ都線列車が定期運用で大阪モノレール線千里中央駅まで乗り入れするようになったが、その後本線の各駅で本線方面の乗客が誤ってサ都線の列車に乗車する例があり、2007年7月頃から側面方向幕が設置されていない編成は5条防止策として、 サイト線の運用にはできるだけ入らないようになっていた。その後前車に側面方向幕の設置が完了したため、再びどの編成も全ての線区の運用に入っている。4桁の車番の下2桁が編成番号となっており、2009年から先頭車両に車番とは別に編成番号が重複されている。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。 全駅でピタパや、イコーカなどの交通系 IC カードが利用できる。ピタパは、利用回数割引と、区間指定割引が利用できる。IC 定期券サービスは2017年4月1日から、イコーカで提供を開始した。モノカードなどの、スルッと関西カードは2018年1月31日を、もって、モノレール各駅の改札機での利用を終了した。 スルッと関西カードに印字されていた符号は OM であった。また、自社で発行していたプリペイドカード、金額カードも2018年3月現在取扱いを終了している。通年発売の1日乗車券の設定はないが、ガンバ大阪ホームゲーム開催日に限り、観戦チケットを提示することで購入できるガンバ大阪ワンデー乗車券や、 第3土曜日に限り利用でき、有効日の1週間前から前日までに購入できる、モノレール沿線ブラリーワンデイチケットを発売している。また、スルッと関西サンデーチケットを、期間限定で、モノレール各駅で販売していたが、2016年の秋のサンデーチケットを最後に、加盟各社とともに販売を終了した。定期券発売所は、ホタルガイ家、千里中央。 南茨城、角橋の各駅に設置されている。なお、2008年11月11日より、各駅に設置されている、ピンク色の自動券売機で、継続定期券及び有効期限が過ぎた、定期券を使った休券と、同区間の新規定期券の発売を開始した。また、学生用の定期券は、通勤定期券に比べて割安に設定されている。 第一種身体障害者手帳、または第一種療育手帳を持っている本人と介護者が一緒に乗車する場合は、本人と介護者を合わせた二人が割引乗車券を購入できる。身体障害者用車椅子の利用者が乗車する場合は、本人と介護者2名までが割引乗車券を購入できる。いずれの場合でも、事前に係員に障害者手帳を提示する必要がある。 以下のケースは、割引が適用されない場合である。特に第二種身体障害者手帳の所有者が利用する場合、介護者が同時乗車するとしても、割引運賃は適用されない。半大病院前駅コンコースに設置された、諸施設、山田駅のモノショップ南茨城駅にあった、モノレールショップ各駅の構内には、大阪府現代美術コレクションの中からいくつかの、 作品を展示する大阪モノレール美術館がある。豊川駅及びサイト西駅を除く各駅の改札内に設置されている。なお、豊川駅及びサイト西駅にも順次展示される予定になっている。また、本の貸し出し、返却の手続きが不要で何冊でも借りることができるモノレール文庫が各駅に設置されている。大阪空港駅以外の駅には レンタサイクルがあり、1日200円で利用できる。豊川駅以外の改札内コンコースには、モノドリンクと名付けられた椅子とテーブルを備えた、飲料自動販売機コーナーがある。駅構内のコンビニエンスストアや売店は、子会社の大阪モノレールサービス株式会社によって、運営されている。千里中央駅と門橋駅のコンビニエンスストアは、生活最下モノウェルという名称で、 2011年4月に生サイ化にフランチャイズ加盟し、2015年11月にはセブンイレブンに加盟し直している。生サイ化にフランチャイズ加盟する前は単にモノウェルという名称であった。2015年11月には万博記念公園駅にもセブンイレブンがたこ焼きの道頓堀ククルトの一体型店舗を開業している。また以前は 以下の駅に改札口と一体型の小型売店が設置されており、モノショップという名称で改札口係員が販売を担当していた。なお、モノショップはキヨスク形式ではなく、ドアから店内に入るウォークイン形式である。これは何かの事情で改札口係員が全員、改札口を離れる時に売店を閉鎖できるようにするためであった。ただし、 最初に設置された障子駅のモノショップにだけはドアがなかったが2009年1月下旬に他の駅のモノショップと同様のオークイン形式となった2018年にすべて閉店となった南茨城駅にはモノレールショップという名称の大阪モノレール唯一のキオスク形式の売店があったしかしすぐ隣の阪急電鉄の駅 コンビニエンスストアーズマスや、駅売店ラガールショップと競合することもあり、2008年1月31日、限りで閉店した。その後には、モノベイカリーという名称のパンの店が開業しているが、これも2011年11月末で閉店した。第日駅には2階改札口に、モノショップが短い期間併設されていたが、2008年10月に、閉店した。 一部の売店非設置駅では改札で新聞のみの販売を行っている駅がある。1990年度から2020年度の年間利用者数は以下の通りである。2020年度の利用者数を1日平均に換算すると98,260人になる。2008年2月6日に大阪府知事に就任した。 橋本徹は大阪府が出資する法人について民営化を含めた検討を行うとしていた。ありがとうございます。